小学生の高学年の時に、私を集団で無視したり、物をトイレに捨てるなどしていじめてたこと、A とする、高校で同じクラスになった。私は、中学校からのエスカレーターで、その高校へ。A は外部からだった。いじめられたことで暗かった私の性格も、中学校3年間で変わっていて、高校では、むしろクラスの中心的存在になってた私は、いじめのことは、忘れたかのようなふりをして近づいた。A は、最初、かなり構えてた感じだったけど、私が、あの時は私生意気だったから、A ちゃんに嫌われても仕方なかったよね。などと言ったことを信じたみたいで、私のグループに入ってきた。もともと、中学校からの進学が多いところだったから、高校から入ってきた A は、友達ができにくかったことも関係してたと思う。で、半年ぐらいは仲良しごっこしてたけど、じわじわと周りを固めていくことにした。同じグループの中で、私の顔色を伺う子がいて、まずはその子に。実は、昔 A ちゃんにいじめられて、今は仲良くしようとしてるけど、やっぱり辛い。とか、いろいろと相談を持ちかけた。予想通り、その子は、私ちゃん、かわいそう。という名分で、他の友達に、そのことを言いふらし、私が代わりに言ってあげるから。と、A のことを私がいる前で、これ見よがしに非難するようになった。女子校で、もともと閉鎖的なところ、外部生を嫌う子たちが、これに続いて、A のことを避けたり無視するようになった。あとは、女子特有の陰湿さで、ドミノ倒しのように、クラス中が A を無視。私は、最後まで、昔のことだから、みんな、私に気を使わないで。と言いこぶった。結局、A は、高一の最後ぐらいから不登校になって、転校した。やられたことをやり返しただけだと、開き直ってるけど、さすがに誰にも言ったことがない。